シシーニョコと、シセロ・ジョアンジ・セーザレは、ブラジル・サンパウロ州、プラドポリス出身の元サッカー選手。ポジションは DF。ボタフォフォ FR、アトレチコ・ミネイロを経て、サンパウロ FC 時代に頭角を表し、この時期に、ブラジル代表に初選出された。2005年には、フィファ・コンフェデレーションズカップで活躍して、一躍脚光を浴びた。2005年12月24日、5年契約で、 スペインのレアルマドリードへ移籍することが内定し、2006年1月1日に入団した。移籍直後にミチェル・サルガドが負傷し、交代で右サイドバックに入ると長期離脱したサルガドの代わりに右サイドバックのポジションを獲得したが、時折守備の脆さを露呈した。2006から07シーズン序盤に怪我を負うと、それまでセンターバックとしてプレーすることが多かった。 セルフィオラモスがシシーニョの代わりに右サイドバックを務め、復帰後も出場機会はなかった。レアルマドリード対談から3年後の2010年、ロッカールームの中はラウルマドリード、ロベルト・カルロスやロナウドがいなくなった後、ブラジル人の立場は悪くなり迫害されたラウルにスペイン代表は無理だ。個性がない。特に良い個性は全くないなどとクラブを批判している。 2007年8月22日、移籍金1100万ユーロの5年契約で、イタリアの AS ローマへ移籍した。ローマでは、守備に課題を残すも、攻撃的なチームスタイルに順応し、ルチアーノ・スパレッチ監督の信頼を得て、レギュラーに定着した時期もあったが、マルコ・カスセッチから完全にポジションを奪うには、至らなかった。2010年2月9日、フルスのサンパウロに、レンタル移籍した。 2010から11シーズンはローマへ復帰したが、2011年1月12日にビジャレ RCF へレンタル移籍した。2012年6月22日、母国スポルチレシフェへの移籍が決定した。2013年7月、スイバススポルに移籍した。サンパウロ FC での活躍により、2005年4月27日のグアテマラ戦でブラジル代表デビューした。 フィファ・コンフェデレーションズカップ2 0 0では、前後試合に出場し、ブラジルの優勝に貢献した。ドイツ W 杯では、カフーの控えとして招集され、日本戦で出場し1アシストを記録。その後は、負傷が多くなり、さらにマイコンやダニエウ・アウベスが対等したため居場所を、失った。ありがとうございます。